What's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。今回、アート付け。今回やっていくのが、橋でターゲットを暗殺するミッションですね。そちらをやっていきたいというふうに思います。まあ、そんな言うほど難しいことはないから、結構割りこ、パンパンいけるかなって感じなんですけど、でその橋がある方向にアクセスするためにまずこっち側から行ってで傭兵の服装を奪ってでバールがいるんですよ今回はでバールがないとその橋に細工できないからそのバールがあるのもこっちなんで左側から行く方がいいかなと思います。でこの辺ちょっと不法侵入なんであれなんですが今回はね、チュリンキュライザーガンを久々に持ってきました。気絶銃です。チュリンキュライザーガンで気絶させた兵士は、たとえ死体が見つかっても、死体発見扱いにならないという、優れものですね。まあ、今回は別にね、サイレントアサシン取らないというか、一人しかターゲットを暗殺しないから、リザルト画面まで行かないんで、正直どちらでもいいんですけど、ただこの方が早いっていう。スピード重視で撃ってきました。はい、チュリンクライザー持ってないよって方は普通にコイン投げるなりして適当に魚とかバールとかミシメとかで倒してください。でここの3人は別に、まあ、倒さなくてもよくて、さっき通り道で植物ドリアンの下通過したのでドリアンゲットして、ドリアンの毒で全員どっかへ追っ払ってもいいです。でなぜこんなことしてるかっていうと結局何がしたいかってこのパソコンをいじりたいだけなんですよ。それがしたいだけなんで、それさえできたら別に気絶しようがまあ言えばピストルでもう暗殺してもいいし、ドリアンとかでどっかやってもいいし何でも構いません。なぜこれがいじれればそれで OK です。はい、でこれをするともうすぐこのエリアにターゲットがやってきます。やってくるんですけどその間に橋に細工しに行きましょう。で細工した橋に後々ターゲットが通るので、ターゲットが通ったらその時に橋が壊れてピューと下に落ちていきます。あ、じゃあずっとまっすぐ行くだけですね。監視カメラ映るんですけど正直別にどちらでも構いません。まあもう最後までやりきると。で、そのやりきる過程の一つとして、この、橋のチャレンジでターゲットを倒すという場合だったら、まあ、結果まで行くんであれば、ここカメラあるんで、撃つなり、してもらって。いや、もう全く気にしないのであればね、このままで構いません。どうせ、リザルト画面まで行きませんから。はい、あとはもう基本的にターゲットが来るまで待って、あと後ろずっとついていくだけですね。今回早いけどご視聴ありがとうございます。早送りしながら動画を進めていきたいと思います。それじゃCrest taken care of. Looks like we have a serious incident here. Guys, better call this one in and bag that poor bastard.
faster. Oh shit. What are you, some kind of troublemaker? Did you do this?